花園町駅は大阪府大阪市西成区朝日一丁目にある大阪市高速電気軌道4つ発線の駅。駅番号は Y17。ホーム相対式2面2線ホームを持つ地下駅。改札、ホームともに地下1階にある。改札口は両ホームの南北合計4カ所あり、互いのホームは中ほどの連絡通路で結ばれている。2003年頃までは 西梅田方面駅のホームに売店が営業していた。当駅は大国町管区駅に所属しており、岸の里駅の非管理駅である。2020年11月10日の1日、上降人員は14,537人である。これは、四つ橋線全駅の中では2015年に、南隣の岸の里駅と入れ替わって、最下位である。また、その岸の里駅が次に、 少なく、ほぼ同数である。1993年3月4日に、堺筋線が動物園前駅天下茶屋駅間、延伸してからは、岸の里駅ともども影響を受けるようになり、さらに2000年以降は、少子高齢化の進行による、花園町駅周辺の人口自体の減少もあって、減少傾向が、かなり強い。最寄り停留所は、 花園交差点付近にある地下鉄花園町となる。以下の路線が乗り入れ、大阪シティバスにより運行されている。ありがとうございます。